はいということで減量が始まったので僕の Vlog スタートということで1本目の動画を撮っています減量自体は実際は1月の5日からスタートしてるんですけど今これ撮ってるのが1月の9日ですでまあ、4日ぐらい経ってまあ家で食事も行くっていうのもあったんでまあ緩い減量のスタートかなっていうふうには思ってます で実際大会が7月なんで1月からってめっちゃ早いんですよ、まあ、今回の僕の減量のモットーっていうのが付き合いも大切にしながら減量を進めていくまあ減量末期にねその付き合いはやっぱりおろそかになっちゃうんですけどちょっと期間のある余裕のある時はしっかりと人と遊ぶ時は遊ぶ気を使わせないっていうのをちょっとモットーに減量していきたいと思ってますで朝食1回目がこちらのオートミールです内容がバナナ1本 オートミールが7 0ムピーナッツバターが1 5ムぐらい。アーモンドミルクが1 5 0ミリあと美味しいプロテインのチョコレートでできてます。で、これにいつもはシナモンかけるんですけど、シンプルにシナモンかけるの忘れたんで、今日はシナモンなしで食べてみようかなと思います。普段はもうシナモンかけて食べてます。これが一食目。だいたいカロリーの設定でいくと、トータル今2700ぐらいかなっていう設定でやってます。なので、 朝オートミール食べて米あと2合を胸肉もも肉それぞれに分けて 200g ずつ食べます、まあ、その食事もまた後ほど撮っていきたいと思うので紹介していきますであとはトレーニング前の完食が1回っていう感じで合計4食で回そうかなとは思ってます最初はということでまず1食目は オートミールです。はい、ということで、仕事が終わったんで、今からジムに行きます。で、ジムに行く前に、まず今さっきプロテイン飲んだんですけど、プロテインとスニーカーズ。インカメアから逆文字になってる。<laughs> このスニーカーズ B っていうのがブラックの B で、これがもうね、僕の中じゃ、一押しの、取れ前か、カーボケン脂質もうこれを取って、トレーニングしていきます。レッツゴー はい。ということで、本日は腕の日になります。一種目目はトライセプスエクステンションです。やり方はね、人それぞれあると思いますが、僕は基本的には足を上げて、腹圧を意識しやすい状態を作って行っていってます。割とストレッチ、ぐわーっとかけてもいいと思うんですけど、僕トライセプスエクステンションでストレッチをかけすぎると、すごい肩に負担が来る感覚があるんで、それで三頭筋の意識が抜けてしまうっていうのも、 あったりしたので、基本的には額よりちょっと下になるかなぐらいまで落とすぐらいにしてます。で、高重量をあんまり扱ってない理由は、肘を痛めやすい。僕、両肘過去に怪我してるんで、その怪我防止のためにあんま重量を使っていないっていう感じです。で、基本的にトライセプスエクテンションの時は、それだけで三頭筋を潰しきれないので、ナロープレスでさらに追い込んで潰していきます。ナロープレスはもう上がらなくなったら終わりっていう感じでいつも。 やっていますこれがねめちゃめちゃ効くのでぜひこのねドロップセットやってみてください続いての種目はアームカールになります意地輪を使ったアームカールにしているんですけども重量は今回はこれ何キロや40キロですかね40キロかうん40キロですね40キロをしっかり丁寧に頑張って扱っています割と高重量振り回すってなると肩の フロントの部分を使ったりもするんですけど、できる限り二頭筋で今回は効かせれる重量、そして腕トレがですね、本日これ、1ヶ月ぶりぐらいの腕トレになるんで、ちょっと丁寧に扱える軽い重量でやろうと思って、まあ自分の軽いとは言え、高重量にしたつもりの4 0キロで丁寧に振り回しています。まあこの、 ね、休憩せずに僕は無理なんですけど基本的にはできる限り二頭筋から力を抜かない意識はしていますもうやばくなってきたら休憩はするんですけど絶対に10回は上げるっていう意識でもう無理やり頑張ってやっていますこの後ね僕足取りをしてやんかなってぐらいいつも息切れをするというねこのアームカールぜひやってみてください はい、続いての種目は、マシーンディップスになります。えー、っとですね、これをやることによって僕はですね、三頭筋がすごいパンプアップする感覚がいつもあるんですけど、結構序盤に持ってくることは普段あんまりなくて、追い込みで持ってくるんで軽い重量でしかやらないんですけど、こういう重量、このディップスで高重量を扱っていると、割とベンチプレスとか、やっぱそういったあの、プッシュ系の種目が自分強くなったなっていう感覚を感じることができるので、ディップスはおすすめですね。 続いての種目はケーブルハンマーカールになります。えっと、ロープのアタッチメントを使ってやってるんですけど、まあ、基本的にはもうワン頭骨筋を狙うようなイメージですね。腕を太くしたいんですけどね、やっぱ前腕も欲しいということからしっかり握り込みながら行っています。まあ、背中を丸めてやってる理由は僕自身が背中を丸めてやる方が二頭筋に効いてる感覚があるからっていう理由です。 はい、ということで、プッシュダウンになります。プッシュダウンはですね、僕の中で一番三頭筋を意識しやすい種目なので、もう毎回毎回、どんな時でも三頭筋をやるときはやっています。今回は終盤にもできたっていうのもあるので、まあ、最初はこうやって重い重量にしてるんですけど、途中から軽くしています。で、基本的には最後ストレッチを効かしたいなーっていうのもあって、プッシュダウン終わった後に柱にお尻を支えるような形で当てて、 あの三頭筋をさらに収縮とストレッチ追いい込んでやっていきますこれがね、もう全然上がらなくなっていくんですよ。引っ張ってんのに全然引っ張れへんやんってなってきたら手と手を合わせて無理やり引っ張ったり、こういう体重を使って動かしたりします。でもこの日若干まだ追い込めてる。 まだこの日は追い込めるなーっていう感覚があったんでめっちゃ軽くしてプッシュダウンをさらに追い込む形でマイセットをやっていました。なんで1セットでだいたい何レップや30から40レップぐらいやってるんじゃないですかね。もうとにかく自分では三頭筋の出力ではできなくなるぐらいまで無理やりやりました。 はい。ということで、ただいまのコンディションはこんな感じです。今までの増量で一番コンディションはいいかなと思います。減量開始。でもここからさらにね、ウエストが締まっていきます。続いては、インクラインアームカールです。ここがね、僕の最終追い込みのアームカール二頭筋になります。もうストレッチを意識っていうのもあるんですけど、割と僕はこのインクラインアームカールって収縮も意識するんですよね。だから小指をちょっとひねる感じで。 さらに収縮させたりもするんですけど、やっぱり難しくなってくるのが、この肘の位置なんですけど、ストレッチの時はね、肘をできる限り動かさないっていう意識をすると思うんですけど、僕はこの収縮の時に肘をちょっと前に出して、休憩できないようにしてます。これはまた別の動画で僕これ解説しているので、ぜひ気になる方はその解説の動画を見てもらったらいいと思うんですけど、 やっぱりアームカールって休憩する時間が出てしまったりするので、その休憩を回避するために無理やり肘を上げて、ずーっと二頭筋に負荷が乗っている状態を無理やり作っています。僕はね、二頭筋というかね、腕トレが苦手なんで、すごい意識しながらやるんですけど、他の種目ほどなんか追い込めてる感じがいつもないんですよね。ただ、このインクラインアームカールはすごく効く。ぜひやってみてください。 はい。ということで、最後はですね、腹筋やっとこうということで、ハンギングレックレイズをやってるんですけども、僕は割とこのハンギングレックレイズばっかやってますね。もう、これが一番僕の中で腹筋を意識しやすいっていうのと、ポージングの時の腹圧の使い方、肋骨を締めたりだとか、しっかりと腹式呼吸を意識した腹筋をすることができるのが僕これなんですよ。だから、リピートしてすごいやってるんですけど、ちょっと今までと変えた意識は、 10回丁寧にやった後にこう反動を使って10回追い込みのようにやっていく。これがね、もう最後呼吸できへんくなるぐらい、あーっていうあの感覚になるんですよね。ぜひ皆さん参考にやってみてください。ということで帰ってきました。今から食べるのはですね、カレー。こちらですね。米1合とカロリーハーフのジャワカレーのもと1袋なんで2人前使ってるんですかね。で、えっ、ー、と、えのき、 人参、ほうれん草、玉ねぎを入れて作ったカレーに福神漬けを添えて食べます。これが1日ラストの食事になります。実際体重自体が80.3キロからスタートしたんですよ。で、今日ジムで体重測ったら78.9。なんで、まあ1キロ近くは取れたんですけど、おそらく年末年始のむくみが取れただけかなっていう風うには感じています。 まあここから徐々に変化していくと思うんで、まあ、毎日食事も載せていきたいと思いますんでぜひ見てください 2>, 2日目のまず1食目オートミールこれはね昨日と同じなんですけどオートミールシナモンを増やしましたあとアーモンドミルクがなくなったんで無脂棒ミルク を使ってますいつもあのアーモンドミルクはコストコで箱で買うんですけどそれがなくなり次第もうこうアーモンドミルクじゃなくて虫歯ミルクに切り替えるんですよなんでもう今からは虫歯ミルクになっていくかなと思いますなんかすごい今日の寝癖セットしたみたいになってる、まあ、家に体重計がないんで朝一の体重を測ってないんですよだから体重計は置かないようにしてるんですけどね毎回測ってね変なストレスかかるんやったらもう測れない状況やったら諦めるんで 昨日言うのちょっと忘れてたんですけどトレーニング後にプロテイン飲んでなかったやんって思った人もゼロではないと思うんですよね僕今夜にトレーニングしてるんで夜ご飯のタイミングとかもろもろ考えて夜はもうプロテイン飲んでないです だからトレーニング前にプロテイン飲んでるのと朝のオートミールにプロテインを入れてるこの2回が僕のプロテインの回数になりますトレーニング後はもう糖質も取りたいしタンパク質も取りたいしそれだったらもう晩ご飯でいいんじゃねってなって僕は晩ご飯にしてるんですけどまあなんかプロテインの方が吸収率がどうのこうのとかいろいろあると思うんですけど結局タンパク質取ったら一緒やっていう僕の結論に至ったんで今までの経験上なんで僕はもう普通に固形物で食べてますあとは海外の方とかはやっぱり トレーニングにプロテインよりもプロテインは日常的にトレーニングは固形物って人の方が多いイメージなんでまあ僕もアメリカの血が半分入ってる分そういったところでちょっと試してみようかなっていう感覚もありながらやっています2食目やってまいりました今日はおやこんこれはね昨日も一緒です内容はしいたけもも肉玉ねぎアスパラそして卵2つこうぱく、なんならぱく質オーバーしてんちゃうかぐらいまあでもうまいから食ってます タンパク質オーバーしてもね全然いいんですよなんせタンパク質はあの消化の過程でね代謝が上がるんで、まあ、多くて吸収できへんかったとしてもまあいいでしょうっていう考え方です、まあ、実際このぐらいの量で僕も1日タンパク質量で言うと15060ぐらいしか取ってないんでお腹の調子も悪くならないんでこのぐらいの量を食べてます逆に卵2個取らんかったら足りひんのちゃうかなと思ってまあ卵を食べてる理由は脂質を少し取るためなんですけどね いつも脂質が少なくなってしまうんでそこを増やすために今年はちょっともも肉を使ってるのも脂質を増やすためでピーナッツバターも脂質を増やすためアーモンドをねボリボリ食べてもいいですけどア,アーモンド食べてるとお腹空すいてきて止まらんなるでしょ僕はあの止まらなくなるの困るんでちょっとアーモンド一旦もうちょっと後まで引っ張ってから食べたくなった時に食べようかなと思います今は別に食べたいっていうのもないんでアーモンドを取らずに卵オリーブオイルピーナッツバターももも肉の脂質で油を取ってます ちょっとね、ずっと僕が今から食べますみたいなんで終わってるんでし、ちょっと味の感想も言ってみようかなと思います、ね。これね、もも肉がマジで革命的にうまいんですよね。胸肉に戻れないんですよ、マジで。いただきます。わ,終わりながら、いい男飯やなっていう感じですね。めっちゃ適当なんです味付けは。僕、調味料カロリーに入れないんで、 終盤になってくると調味料を制限していくんですけど、この親子丼はシンプルに料理酒、みりん、醤油、それぞれ同じぐらいの量を入れて、だしの素使って、そこにきび砂糖、この5個の調味料だけでやってます。ちょっと水入れるかなぐらいですね。味はもう食べるまで味見もしないんで、匂いだけで、あ、このぐらいか。 っていう調整でやってます。だからたまに味薄っすーってなる時ときと、うわ、味こうってなる時ときと、今日はもう最高の味ですね。3食目はプロテインを飲んでから、まあ、プロテインの中にクレアチンとグルタミンを入れて飲みました。こちら、お餅2つに蜂蜜 15g ほどかけています。これを3食目食べて、今から用事しに行きます。仕事が終わって、 からの4時から帰ってから大体だから夜ご飯いつも9時9時半ぐらいになるんですかねにまたラストミールを食べていきたいと思いますでは今日は出社しております今日は朝ごはんまたオートミールいつも食べてるやつを持ってきたって感じですね昨日の夜ご飯を移すのを忘れておりましたはいシンプルに、まあ、夜食べたものは胸肉とアスパラとシイタケあと何かの野菜とキムチ の炒め物って感じでご飯1合と食べましたなんでカロリーで言うと昨日も大体2600何キロカロリーに調味料が加算されるんで大体2700から2800の間ぐらいって感じです今毎週木曜日にえと12時からやってるライブ YouTube ライブが終わってまあその乾杯でプロテインを飲んだんですけど、まあとでちょっと羊羹とか食べようかなとは思ってます体のビフォーアフターのビフォーがね全然取れてないんでビフォーを取っていきたいと思います 一本目ですねこれビフォーの映像になります前がもうボヨボヨのお腹と一緒ちょっと回っていきますボヨボヨの背中とって感じですねはいここからどんなペースで仕上がっていくのかなんですけどおそらくこのお腹周りはねボヨボヨなんですけどトレーニングとかしてる時の感覚この上半身の部分は割と脂肪が今までの増量で 一番乗ってないかなと思うんでだいぶ仕上がるのも早いんじゃないかなと思いますお腹周りだけちょっとしぶといと思うんでしっかりと落とせるように頑張ります仕事終わりかけということでですねトレーニング前に食べる洋う2つ食べていきたいと思いますなんと先ほどのご飯をですね取るのを忘れてたんですけど内容がもも肉を使ったカロリーハーフのカレーと米1合になります 家に帰ってきました。トレーニングをね乗せようと思ってたんですけどジムが人多すぎて全然取れなくて今日はちょっとトレーニング動画なしというような形になってしまいました、ね、晩ご飯にしては多すぎる量ですねパスタ 200g に胸肉しいたけ玉ねぎ半分をニンニクスパイスみたいなものと醤油、みりん酒を軽く入れて作りました本日もやってまいりました何日目かはもう忘れましたということでですねオートミール もうメニューはいつも通りですね。ね今日は、えっと、シュナモンをかけるの忘れてて、今からかけたらいいんですけど、僕ズボラで面倒くさがりなんで、もう作ってる時にかけ忘れたらもうかけずに食べます。今日のですね、僕が飲んでいくプロテインなんですけど、1月12日発売の、もう多分この投稿がされてる時には発売してて、もう売り切れてる可能性もゼロではないぐらい美味しい、このね、 ムキムキうい風味なんですけど。僕が飲んできた B レジェンドの酸味系のプロテインの中で僕一押しです。これベリベリベリ超えたんですよね。ぜひ皆さん気になる方は見てみてくださいということでですね。僕はこの朝ごはんにこれ食べて仕事して、で、トレーニング自体は昨日はですね、胸トレをしていきました。またこれ僕またズボラなんで、シェイカーを持っていくの忘れて、ウォーターサーバー使えず、水分入れることできなかったんで、じゃあコンビニ上にあるんで買いに行こうと思ったら地下にあるジムなんで。でも ウェアに気がしたんですよ、タンクトップ。で、これ夏やったらもう最悪タンクトップで行っていいやと思ったんですけど、ウェアで。さすがに寒いじゃないですか、今。で、上着をもう鍵をつけるロッカーに入れちゃったんですよ。出すのめんどくさくなんで、よしもう脳水分でやろうってことで、脳水分であの、トレーニングをバシバシやっていったんですけど、まあ腕トレの筋肉痛もあって、ちょっと押しにくかったのもあったんで、もうマシーンに今回は頼ってやっていったって感じですね。その時の感覚で僕変えるんで、種目を。で、インクラインチェストプレスが1種目目。 2種目目に、えっ、ー、と、全然空いてなかったのもあり、えっ、ー、と、ペクトラルフライを収縮メインで行っていきました。で、その後にインクラインケーブルフライをやって、チェストプレスのマシンをやってから、えっ、ー、と、何やったっけ、名前。チェストクロスやったっけ何やったっけ僕、一回どこ聞いてんねんで紹介した、あの、見たことないマシン、サイドレイズのマシンを、 設置を上にしてディクラインを、ディクラインというかね、胸の下部を鍛えるマシーンがあるんですけど、それでちょっとクロスオーバー的な、ケーブルクロ、なんやったっけな、チャストクロスみたいな名前やったと思うんですけど、その種目をやって、終わりましたね。水分取ってないんで、早い終わらせようと思って、1時間ぐらいで昨日はトレーニングを終えました。で、今日は背中のトレーニングを行っていきますので、まあ、人が多かったらちょっとまた取れないんですけど、背中取れ。 しっっかりと取っていきますおそらく金盤やから少ないと思うんですけどトレーニングに金板は関係ないんで取れる分は取っていきたいと思いますのでぜひ皆さん見てみてくださいでは続いて2食目に行きましょう2食目親子丼今日はちょっとね食材が足りず玉ねぎ1個入れたって感じですねきのことかもなくなってたんでちょっと買い出しにはいかないダメなんですけど2食目は親子丼米1合使ってますもも肉で 200g 使ってます玉ねぎ1つ調味料はカロリーまだ入れていないです トレーニング前ですね。一旦ですね、僕、あの、今日は JBBF に出たいって言ってる方がですね、ポージング見てほしいって言ってくださってるんで、まあ、ポージングを見てから筋トレに行くんですけども、まあ、家出る前にね、ちゃんと届きたいんで、これ、Q シェイカーですね。もう今には、今はもう売ってない。ダンベルシェイカーの前売ってた B レジェのシェイカーなんですけど、9位。はい、この、この9位のプロテインを飲んで、 羊羹一個食べますで、ポージング教え終わり次第もう一個同じ羊羹を食べてから背中のトレーニングに行きたいと思いますちょっと味のレビューもしてもいいかなと思ったんでちょっとレビューしていきますああやっぱ酸味がね効いてるプロテイン僕一番好きですわ YouTube ライブでも言ったんですけど ベリベリベリ僕の中では超えましたね。このムキムキウイ風味。言いにくいですけどね。僕これに、えっと、グルタミンとクレアチン入れて飲んでるんですけど、グルタミンの甘さがちょっとこの酸味を和らげてくれて、すごいなんか、あーってならずに飲めるんで、割とグルタミンがいい味を出してます。はい、ということで、今回のトレーニングは背中ですね。僕は背中のトレーニングが大好きなんですよ。最初の気持ち悪い動きはですね、肩甲骨の位置をちょっと定めてます。で、 このやり方なんですけど、何をしてんねん、癖強すぎやろと思うかもしれないんですけど、これがですね、僕の大好きな大円筋をターゲットにしたトレーニングになります。この大円筋のみに効かせたいんで、肩にも効かないように意識、後背筋までもいかない意識でやっています。だから可動域めちゃくちゃ狭いです。ただこれハマるともう意味のわからないぐらい大円筋に効くんですよね。僕はこれで背中の広がりをメイン種目としてやっています。 ね、これでも肩の柔軟性ないと危ないんで気をつけてください。続いてはプレートローディングのラットプルのマシーンになります。これはね、あるジムが少ないんじゃないかなとは思うんですけど、このマシーンのラットプルが僕の中ですごい入るんですよ。で、最初のスタートの仕方、僕また癖強かったと思うんですけど、遊んでんのちゃうかっていうぐらいのね、入りが出したんですけど、一番上に、 自分で握った時に体を持ち上げて肩甲骨を稼性させた状態で自分の体重で下ろしていってからスタートしてるんですよ。基本的には肩が上がらないように、あとは背中にしっかりと最初に入れ込むっていう意識をさせることで、あのずっとラットプル中に下背部まで意識したラットプルができるっていう 僕のやり方です。これは割とまた癖が強い入り方なんですけど、これをやり始めてからやっぱりすごい背中のトレーニングの後の達成感がすごいんでね、ぜひやってみてください。はい、続いてはこれは何ていうマシーンになるんかなちょっと斜め前上、斜め上前から引いてくるあの、ローイングのマシーンなんですけど、これ狙っているところっていうと、割と下背部狙う人も多いんですけど、僕は僧帽筋チューブあたりを狙って引いてるようにしてます。ただ、 下背部と僧帽筋チューブあたりを両方を狙ってるんちゃうかなって感じてます。まあ、このトレーニングをしてる理由としては、フィジークのバックポーズの時の意識にすごく近くてバックポーズをした時に肩甲骨を広げた状態で。 厚みも見せるためのポージングをしないとダメなんですけど、その意識をしやすくなったのがこういう種目を入れてからなんですね。だからこういう形の種目を入れつつ、ポージングの練習を含め、ポージングしても筋肉を見せれるように頑張っています。 はい。ということで、続いてのトレーニングはティーバーローになるんですけども、僕はもうこのジムに通ってる理由は、このマシンのためと言っても過言ではないぐらいこのマシンが大好きで、あの、病気になって踏ん張ることを禁止された今、あの、できる限り踏ん張らないトレーニングをしないとダメなんですけど、弁当バーローってやっぱやめたくないんですよね。やりたいんですよ。ティーバーロー、弁当バーロー。それを可能にしたのがこのマシンになるんですよ。胸にしっかりと、もう僕だから足は、 こけないように支えてるだけで、胸をパッドに無理やりもう押し込んで、胸に重心を乗っけてやってるんですよ。だから胸浮いてしまった時に若干踏ん張ってるんですけど、基本は胸がついた状態で弾ける重量でしかやらないようにしてます。これがね、もうめちゃくちゃ効く、厚み増しそうなトレーニングです。厚み増させます。 まさせますって言葉ないやろと思った方もいると思いますが、僕こういう癖のあるワードを使っちゃうんで、聞き流してください。ということで続いての種目はワンハンドローイングですね。僕ワンハンドローイング踏ん張ったらダメって言われたから、ずーっとやってなかったんで、もう1年ぶり以上に、1年以上ぶりにやったんですけど、まあ、軽い重量で徐々にこういう形で踏ん張るのはいいんじゃないかなということで35キロで行っています。やっぱり久しぶりにやると入りがすごい、 不思議な感覚があって、1セット目はなんか、な、微妙やなって正直思ったんですけど、2セット目からめちゃくちゃ効く、あ、この感覚やっていうのをね、すごい実感したんで、またこれしっかりとリピートしてやっていきたいなと思います。結構厚みを意識する種目がメインで組んでるんですけど、このローイングと、 あと最初の大遠金の種目っていうのはしっかりとポージングを取った時の広がりを見せるためにやっている種目になるのでまあこういった種目を重ねながら広がりもしっかりとつけていこうかなと思っています。 はい。続いての種目はですね、シーテッドオーバーローになります。もうね、種目何種目やんねんと思うかもしんないんですけど、今日はなんかね、すごい気合が入ってたんで、種目を多くやっています。で、ローイングなんですけど、割とずっと重いのをやってドロップっていう形で、シーテッド,ドローを組んでたんですけど、ここまで種目をやるともういいかなっていうので、最後しっかり丁寧に扱えるものっていうので、もう大体これ何キロやったかな ?60 キロぐらいを、 頑張って丁寧に弾いています。で、弾くときの意識としては僕は基本的に状態が地面と垂直の状態を保てるように弾いています。もし体の角度が90度以上倒れそうになるのであればもうちょっと軽くします。 はい、続いては、プルオーバーですね。これね、結構、バーでやる人多いんですけど、僕はロープでやってます。まあ、その理由としては、しっかりとストレッチも効かせることができるんですけど、僕は最後にこれ、背中全体的に効いたかなっていうチェックも含めてやっているんですね。で、引っ張って、ぐっと、おへそあたりに、 ロープが来た時に、ちょっと手首を返してるんですよ。そうすることで、さらに下背部まで意識することができるんで、まあ、余裕がある時とか、まだ背中追い込めてないなって時は、すごい重量を引くことができるんですけど、聞いてたら重量軽くてもめちゃくちゃきついし、背中が痛くなります。これが僕の背中トレです。 帰ってきました。でね、なんとですね、ご飯取る前にまた食べてしまいました。カレーを食べたんですけど、疲れすぎてましたね。まだ今日もだいたい2600何十キロカロリーとかやったんで、まあ調味料入れて2700から2800ぐらいかなーっていう感じではあります。トレーニング、今日は背中をやってったんですけども、明日いい感じに筋肉痛が来そうな感覚を感じながらトレーニングできたんでよかったですね。明日はえっと、肩トレ。 が待っておりますでお昼はおそらく外食になるんですき家のそぼろ丼かなんかマグロの乗ったやつあるのどっちかになるかなっていうふうには思います本日もやってまいりましたということでこのオートミールを食べていきたいと思いますオートミールを食べて予定が1個あって筋トレしてからすき家でダッシュで5分ぐらいですき家を食事次の予定に 走って、まあ夕方ぐらいには帰ってこれるかなと思うんで、今日はそういうプランで行きたいと思っています。トレーニングはちょっと時間がないんで取れるかわかんないですけど、パッパパパってやるのダメなんで、ちょっと今日は肩トレをやっていきます。メニューはまた後ほど紹介したいと思います。おそらく取れないんで、今日は今帰ってきました。お昼はですね、すき家のマグロたたき丼を大盛りで米を多くして、ネタはそのままにして、食べて、 帰ってから今、ムキムキウイ風味のプロテインとスニーカーズ一本食べました。で、もう急遽実家に帰ろうかなと思ってるんで、実家に帰るとともにまたマグロ 200g から 250g くらい買って家帰ってマグロユッケ丼でも作って食べようかなと思ってます。今日はですね、朝ごはんオートミール食べてから愛犬とお出かけですね。 しに行って、2食目に海鮮パスタ。ちょっとスープ寄りの。で、ちょっと脂質低めの意識したのを食べて、今3食目か。今日だから3食しか食べてないですね。こちら食べてます。食べてる途中ですが、豚ヒレ肉と野菜と卵を使ったニンニクベースのご飯です。1号の米とともにいただいています。これが1週間の僕の食事です。ではまた来週の Vlog でお会いしましょう。バイ